北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の斉藤、対するジャイアンツの先発は右の畑、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の畑、マウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは石井、打った、セカンド右への打球、アウト、これでワンアウト。ジャイアンツ先制のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面で三振、高浜、全くタイミングが合いません。さあ、先制のピンチで迎えるバッターは森山、打ちました、切れていきます、ファール。追い込んでから投げた、危ない球。さあ、4球目、インロー際どい球、ボール、投げました、打ちました、ファーストの右、アウト。ビアヌエバそのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ジャイアンツこの回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。1回の裏が終わりまして、ジャイアンツ同じく立ち上がり、0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、あーっとショーフライになった、これはフェンスに当たってファール、一つ外した、ボール、投げました、これがショーフライになってファールグラウンドで取りました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ボール、次は5球目、投げました、空振り三振、バットアウト。最後は151キロストレート、バッターは DH の石川、投げました、変化球ストライク、低め、ストレートはストライク。さあ、6球目、ランナースタート、打った、ピッチャー返し、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁です。2回が終了しまして0対0、両チーム無得点です。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは田中、打ちました、さあ次の投球、投げました、豪快に引っ張った、クリーンヒット、田中ナイスバッティングです。さあ、ノーアウト、0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、ヤジ、次が4球目、投げた、打ちました、バットの先っぽフラフラっと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、直球空振り、ワンボール2ストライク、追い込んでいます。投げた、内角低め、空振り三振。序盤終了しまして0対0、両チーム無得点です。0対0で迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で田中、バットに当たりません、ストライク。1球目空振りから、これは当たってくれません、ストライク。バッター追い込まれました、投げた、おっとスリーバントだ、ピッチャーの左へ転がした、アウト、スコアリングポジションになる。ファイターズ大展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面、あーっとショーフライになった、ファルボール、一塁牽制、タッチはセーフ。第4球は打った、流し打ち、ファール。第5球、投げた、あーっとショーフライになった、バッターアウト。バッターは3番高浜、ここまで2三振といいところがありません。逆らファーストライナー、タッチはアウト、これで3アウト。中盤まで終了しまして1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。ジャイアンツリードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で田中、初球打った、抜けた、田中いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。ジャイアンツ同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で姫野、今日はファウルフライとショートゴロ、投げました、ストライク、膝元厳しいところ。第5球、投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります、ライトバックホーム、姫野ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあ、リプレイです。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント、ジャイアンツ内野陣はゲッツー体勢、タッチセーフ、
投げました。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。石川亮第1球投げました。初球外れてボール。投げたストライク。第3球打った。ショート右横のゴロ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。畑見事に流れを断ち切りました。ジャイアンツこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。畑降板。右の桑原今日2番手としてマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた。ボール。第2球投げた。ストライク。振っていきましたがかすっただけ。投げた。ストレート空振り。追い込んで投げた。ボール。次は5球目打ちました。ボテボテのサードゴロ。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ジャイアンツダブルプレーでピンチをしのいでいます。8回までが終了しまして2対0。ジャイアンツ2点リードは変わりません。ジャイアンツリードで迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で田中初球バント。ピッチャーの左へ転がした。アウト。さあ得点圏。ファイターズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしの流し打ち。どうだ。内野ゴロ。ビアヌエバ一塁キャンバス踏んでアウト。ゲームセット。ジャイアンツ見事勝利です。読売ジャイアンツの勝利です。本日の勝利投手は畑。勝利投手畑。西武堀岡。さて今日のヒーローは勝利投手の畑。本当に今日は大活躍でした。